貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る。をレビューします。定期的なミキナズナの摂取は逆に健康にいいと総勢1名によるアンケート結果が出ている。あえてアルコールを取ることで健康になるよう名詞的なところがあるな。まあパクリなんですけどね。初見さん、ミキナズナについて知らない方のために話をすると、ナロー界隈では有名なコピペだけで話を作り作品数の水増しをする中身スカスカ量産勢の、その頭目みたいな人ですね。この界隈だと実際有名。古事記には書いていない。台湾人なので、コピペで量産を行う作家というだけならナローだけで1000人は確実に存在するわけですが、この人の最大の特徴はその圧倒的な年間書籍発行数にありますね。なお全部クソです。本人曰く、年間40本発行を目指しているらしく、去年は35本くらい言っていましたね。それ1本あたり10日しかないのですが、つまりはそういうことですね。正直これについては作家の問題というよりもナロー系出版社サイドの問題だと思うので、この一例を聞いただけでもクソナロー界隈の淀みがよくわかることかと思いますね。それでは裏筋から、ぐえー、診断を、どうやって死んだのかの描写はそもそも不要なので存在しません。すると貴族に転生をしました。元は平民だったらしいです。ステータスもレベル1になっていました。ステータスってなんやねんなんてことに疑問を持っていてはコピペ量産クソナロー界隈で生きてはいけぬ。現在貴族として爆誕した彼であるが陛下が御自ら名前をお付け遊ばされたことで、水属性の適性が SS になっちまったぜ。うおお、もう覚醒したとか天才かよ。SS ってなんやねんなんてことに疑問を持っていてはコピペ量産クソナロー界隈で生きてはいけぬ。というわけで貴族というか王族に転生をした彼は6歳になりました。毎朝巨乳で美人のメイドたちに、お着替えをされるという状況にドキドキしつつ慣れているらしいです。それって慣れてなくない?やれやれ、元は平民の俺が皇帝の実の息子となったわけだが最近は何やら変なことがあるぞ。なんと俺のステータスは他人には SS と見えるらしいが自分には E+S と見えているらしいのだ。これはどうも部下次第で変わるらしいです。主語がなくて意味不明なのはナズナだと有名な話。ここでは自分の部下の数と質によってステータスに変化が起きるという意味らしいです。なおこの世界には最大レベルの概念があるらしく転生前は8だったそれは、なんとなんと、横に倒れて無限になっていました。やれやれ、無限に成長が可能ということだな。発想がサム8レベルで草。転生前の記憶があることで落ち着いている彼は、周囲の人々から6歳にして王者の風格があるともっぱらの評判であったのだ。この後ずっと自然体でいることを評価され続ける感じなので覚悟の準備をしておくといいですよ。さて今日は第2王子と第4王子に呼ばれているので早速向かうことにするぞ。するとなんか召使い的な男が棺桶みたいなのを運んできました。開けてみると、なんか握った人を殺しまくっている魔剣が入っていました。邪剣持ちましょうねー。水の魔剣なので適性がないものが持つと死ぬが彼は適性が SS なので安心。どうやら王子たちは余興として試しに持たせてみたという感じらしいです。性格悪すぎだろこいつらと、プレゼントを送っただけの彼らを一方的に悪人認定をすることも完了し、その日は風呂に入るんだぜ。やや、や、何やら入浴補助メイドの様子がおかしいぞい。なんと彼女はメイドの仕事を辞めたいというのだ。春先の洪水によって実家の畑が流され、遊郭に身売りをしないと一家が破滅するというのだ。王宮で働いていた方が給料良くない?その事情を聞いた我らが寛大なるお貴族様は、なんと彼女の母親を屋敷の裏門の戸締まり専門の、メイドとして雇いその月給を成人男性と同額に設定をすることで救出を完了させたのだ。それ絶対他のメイドから嫉妬されていじめられるぞ。離れの空き家も与えて一緒に使わせるらしいです。暗殺法助か何か、遊郭で勝手に元王族の世話役の肩書きを使われると困るから助けたそうです。まあそれはそれとして洪水に見舞われたその土地に介入をして助けるんだけどなブヘヘ。じゃあわざわざ母親を雇う必要なくない?この辺の適当さはミキナズナの特権。さらにお月の執事に支援の件を伝えると先見の明すっごい、されました。先見、ちなみに予算はどこかからはいてくるそうです。
よかったね。ちなみにその支援をした土地ですが、買い取った、らしいです。封建制でそんなことを雑にやったら普通に反乱を起こされないっすかね。ちなみに皇帝からは褒められました。買い取り代金は50万で彼の手持ちは8000らしいです。通るか、そんなもん、開示並みの財テクで虚空から金を切り出す王族の鏡。やれやれ、俺は正義の心のもと普通にしているだけなのにまたすっごいされてしまったぞやれやれ。それじゃあ今日は徒歩で城下町を見て回るやで。うわぁ、皇帝の子息が町を練り歩いている。ちなみにこの国には宦官がいるらしいです。明らかに西洋風世界なのですが中国か何か、その宦官がいるところによるとなんか売り出し中の歌姫がいるらしいので劇場に行くことにしました。なお明らかに劇場ではなくただの酒場でした。そんなわけで下手くそな歌姫が歌っていると、借金取りたちが乱入してきました。彼女の父親の借金を取り立てに来たそうです。これを偉大なる我らが皇帝陛下のご子息が介入して法律の解説を開始、この国では親の借金を子供に払わせるのは禁止やで。それだと踏み倒し放題になるやろ。これを聞いた借金取りはプッツーン、殴りかかってきたぞ。だがご子息は魔法で反撃、ボースゲー、あなたは一体、やや、この名刺は、まさか神王様であらせられるか、神王はっしょい、神王はっしょい。さらに歌姫にも月に成人男性 2.5 人分の額の支援を行うぞ。というわけでわっしょいされて気分を良くしつつ屋敷に帰ってきたところ、正門で借金取りたちが土下座をしていました。邪険無視して中に入りましょうねー。どうやったの？うわぁ、貴族のご子息が裏口を練り歩いている。やれやれ俺の身分を知って土下座をかましてきたようだな。おいメイドたち、追い返せ。神王ってのは王と思って会えるものなのか。と言ってやれ。とやー、お前が日々町を練り歩いているわけなんだから王と思ったら普通に会えるだろ何言ってんだ。これに対して彼のいい人の方らしい兄は大絶賛。先見の明があってすっごい。先見の明が本当にあるなら護衛もなしに徒歩で町を練り歩かないと思うのですが、なおご子息がドヤ顔で語ったところによると、自分がまだ怒ったままであると相手に思わせることで、今後歌姫に手を出せなくなるからそうしたらしいです。怒ってようが怒っていまいが手出しはせんやろ。法的にも正しい以上はもう手出しはできないわけだし。なおこれを聞いた兄上様は、そこまで考えていたとは先見の明すっごい、しました。こいつら全員先見の明なさすぎない。さてそれはそれとして兄上様は先日ご子息がプレゼントされた魔剣のチュートリアルに来たそうで、それによるとどうやら魔剣には意志があるらしいです。屈服させておけば安心っぽいです。はいそれじゃあ持ってきてもらって、屈服させたのでステータスが SSS になりました。これを見た兄上様が6歳なのにすっごい、押したところで、第1話が終わりましたね。おろろ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 というか第1話にエピソード詰め込みすぎ感、特に描写なき前世からの転生から魔剣取得メイド救済土地購入歌姫救出魔剣屈服 SSS、これが全部1話に詰まっているという恐怖やぞ。エピソードを絞っていないその様は、作者本人と同じく、節操なし、という言葉がよく似合うでしょう。というかそもそもパクリですしね。ミキナズナのスタイルとしてこの作品からパクったとかではなく、複数の他作家の作品群をコピペ元にしているので明確なパクリ元というのが存在せず、また他にモロヒールをしているアホとかもいるため相対的マシ理論によって、なぜか企業から見逃されているしよいしょもされるという謎の存在なんですよね。まあ強いて言うなら台湾人なので印税関係で企業側に有利とかそういうのはありそうですね。何がやばいってこの適当さでまだ続いているどころか漫画版は7巻まで出ているんですよね。しかも看板漫画扱いです。
そういうとこやぞスクエに、話の理屈が通っていないのはつまり複数の作品をコピペ元にしているからなのですが、企業の商業戦略に理屈が通っていないのは企業の頭がおかしいだけとなってしまうわけなので、この辺の様を企業全員で見せつけていることがクソなろう界隈企業のクソさの根拠でしょうね。中身の話についてはまあ、いつものミキナズナであるわけですし、正直一見すればどこが問題なのかは健常者ならばすぐわかる程度の簡潔さなので、ささっと続きを見ていくこととしましょうか。魔剣を屈服させて SSS させるなんてすっごい。しかもその後魔剣のサイズを変えるなんてすっごい。しかも国宝なのにすっごい。その後兄上と一緒に正門から出ていきました。正門から出たので当然借金取りと会いました。メイドさんが彼らを追い払っていないとかそういうことはナズナの頭には残っていないので、当然チンピラは激高して殴りかかってきます。でも威圧して腰を抜かさせたから安心、というわけで第三最小のパーティーに行くやでー。6歳なのにすごい、王者の風格があってすごい、しかも腰に剣を刺したままですごい、魔剣で国宝なのでさらにすごい、するとその場にいる貴族が喧嘩を売ってきました。なぜ売る？イラッとしたので威圧をすると、パーティーの参加者全員が失神しかけました。死を感じさせるなんてすごい、というわけで挨拶をするぞ。やや、この貴族、奴隷を養子にしているな、なので指摘をするぞ。見抜くなんてすごい、軽眼に感服したぞ。とにかくすごい、すっごい、そんなこんなでずっとすごいと言われ続けてパーティーは終わりました。すごい、翌日、庭に出て魔剣で木を切り倒すぞ。すごい、魔法で追撃をしてすごい、威力が強すぎて庭にクレーターができてすごい、その後お風呂に入ったぞ。すごい、風呂上がりに自分の領地の出世頭の代官が陳情を上げてきたぞ。それによると、なんか治水用の予算が降りてこないらしいです。だが子息はちゃんと予算を出しているぞ。すごい、なんと財務省の人間が金を渡さなかったらしいぞ。ご子息が一存で土地を買い取ったという事実は、ミキナズナの中では当然覚えていないことなので、ご子息は直接金を動かせないことになり、財務長官に文句を言いに行くことにしたぞすごい、長官がグダグダ言っていたのだが、威圧してクソガバ論破をしたら一歩も動くことなく長官を屈服させたぞすごい、すごすぎる、その後皇帝にも褒められました。6歳なのにすごい、かっこ原文まま。すごいから剣術師範もつけるぞすごい、すごい人だぞすごい、じゃあ早速訓練開始、でも最初からご子息は達人レベルなので教えることがないぞすごい、すごいぞ、なので騎士大会の責任者にするぞすごい、しかもやり方を変える提案もできてすごい、そのプランを聞いてメイドもすごい、と言いました。今更ですがこれはマジで言っていますからね。その後また町を徒歩で練り歩いているとお宝の真偽を見抜いたぞすごい。しかもそのお宝の中に封じられていた怨霊を町のど真ん中で解放してすごい。というところで第一巻が終わりですねすごい。おろろ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 ろすごすぎて二度と読まんわ。消えろカス、総評ですが、すごい、ですね。アホみたいなことをして他人からすごいすごい言われたい人向けの書籍ですかね。私はまともなことをしてすごいすごい言われたい人なので他の人なら楽しめるんじゃないっすかね。最後に漫画家ですが、まあ、普通。主人公の絵が一番下手なのは問題だけど、主人公が一番下手なんてすごい、ミキナズナの専属になって一般世界に出てくるなよすごい。それでは今回紹介しました作品、貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る、すごいので読まなくていいです。以上です。ほな、また。